こんにちは。こんにちは。サオハブです。わかんない、4番目かな。サオハブです。今日も、どこですか、ここは。F1 からやってます。チャオ、ありがとう。で、そう、だから、まあ、ストリートにいろいろ絡むことになった後に、うんうん、その後に、レジェンドの時はチームは入ってなかったのか。そうですね。ストリートボールチームには。そうですね。レジェンドの時は、そう、チームがない人でしたね、僕。ない人ってね。で、まあ、レジェンド黎明期の伝説のその太平洋クラブ。太平洋クラブね。ビルの名前のね。1、2回出たぐらいですかね、多分。そうだよね。ゴールで。はい。で、アンダードックか。そうっす。2009でアンダードックができてるんで、うん、みっちゃんたちと一緒に作って、うん、出て。最初作ったんだっけ？一番最初なのが、うん、まあ、マムとかニッタさんとかは別として、うん、プレイヤーフロアの部分で言うと、みっちゃん、ウェッティ。ウェッティ。はい。あと僕がいて。うん、あとその後に傭兵が入って、はい、多角が入って、うん、マニーも行って、で、コウジ君がちょい遅れとかで入ってきて、うん、そのちょい後ぐらいにワームとか入ってきて、強いね、もう強い、強い、強い、ダンズラとか、それ、タカとか、そう、ケンジとか、うん、旦那とか、マックスさんとかね、あ、マックスさん、これ結構ね、もうタイミングっちゃタイミングなんですけど、うん、僕らがアンダードッグで一番最初に出た大会が2009年の3月ぐらいのオールデーで、うん、オールデー最初なの、はい、で、ステンシルのウェア作って、はい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 、で、T シャツ売って、うん、活動式にしようみたいなのを走りのとこだった、はい、もう最初に出て優勝、そうっす、 MVP すごく MVP だと思う、2連覇っす、2連覇っす、その後買った MVP っす、2回とも、おすげえ、2大会で4足もらいました。 MVP は当時 ID もらえた、はいはいはい、オールデーシューズ2足、ID 2足で、うん、靴欲しかったらオールデーでっかっこ嫌いだわ。それで2009年出た時に一番最初の大会で一番最初に当たったチームにたまたま、アジア初、うん、K54 に参戦するチケットを持ってる人間がいたんですよ、ジェイソンですね。僕らそのまま優勝して、うん、で優勝してわーっと盛り上がった後にジェイソンに声かけられて、うん、まあ、今は東京で一番強いお前らがそこで行けってなった、日本を代表して、うん、パリの大会出てみないって言われて、おう、じゃあ行く行くみたいな。その時めちゃくちゃ簡単に返事したんですけど、うん、どうせ行かねえだろうと思ってたんですよ。知らないっすよ、そんな大会。知らなかったよね。いや、知らなかったです、全然知らなかったです。俺も知らなかった、はい。でもいろいろ話聞くと、ジョーダンブランドがサポートしてるし、からつま先までサポートしてる大会があって、うん、毎年パリでやってて、それが第何回だろう、7とか8とかそのぐらいなんですよ、2009年で。で、もう K54 自体が当時は、うん、オーガナイザーが一番最初にセーヌ川沿いで始めた小さなコートがあるんですけど、うん、でそこで始めたのがきっかけで、うん、で K ってその第何地区っていう意味 で、うん、で K54 が54地区っていう意味なんですよ、うんうん、そこから始めたけど、ジョーダンブランドというか、まあ、ジョーダン好きすぎて、うん、で多分ユニフォームとか多分自前とかで購入したのか、うん、あれして、でやってたら現地 の、 そのジョーダンブランド側にそれが知れ渡って、うん、でじゃあ俺らサポートするよってなって、うん、でそれから、うん、NBA 選手とか出たりとか、バーンって上がってる時の、うん、もうめっちゃど真ん中で僕らは行って、2010年からはそれで知ったもんな、映像とか見たもんな、エッフェル塔の真下でやるようになって、でもその前のその前の年、はい、から行ったんですけど、そうですね、だそこが僕の中だと、うん、アメリカ以外でバスケする初めての経験で、ああ、なるほどね、でそこが僕の今の活動にかなり大きい影響をしてる、ターニングポイントだったんだ、そうですね、当時だと、まあ、僕、まっちゃん、みっちゃん、うん、まっつん、高くが行ってるね、はい、最初に行ってるメンバーの中で、で当時のベスト4ぐらいの相手に、うん、今でも覚えてるんですけど36対20で負けたんですよ、うん、10分ハーフかな、20分1本かな、うん、そのぐらいのやつで、うん、でも個人的には11点ぐらい取って、うん、スリーポイント3本ぐらい決めて、うん、でレイアップも決めて、うん、死ぬほどブロックされたんですけど、うん、みたいなのもあったけど、なんかこう通用するなっていう感じ、やれんなと、うん、はあって、うん、でも当時のマッチアップしてたやつとかは、うん、結構フランスの歴代のガードの中でも、うん、結構な有名人とか、うんうん、ブロック食らったやつもその直近のシーズンでブロック王とかみたいなやつらだったんで、こういう世界もあるんだなっていうのはすごいこう実感して、でそこからアメリカ以外でもやっぱバスケあるし、全然チャンスあるんだったら、やっぱこれがそのアメリカとは違う自分のその表現を
こう評価してもらう場なのかなと思って、うん、でそこがきっかけで2010年からペルーにいたんです、うん、僕ペルーのリーグにいたんですペルーに、はい、うんうんうん、ペルーリーグって名前なんですか。ペルーリーグは何だっけな、あれスーパーリーグみたいな名前だったんですけど、ディビジョン1の方で一応行って、それもじゃあプロ契約に行って、まあ、そうですね、すごっ。でもまあいろいろありがちな現地でじゃあ話と違うとか結構いろいろあって、で僕らの時だともう本当何十年かに1回ぐらいのシーズンが予定してた時よりもあのいろんな状況が重なって開幕しない、後倒しになってるってなって、僕らが一旦帰国しなきゃいけない時期まで来ちゃって、で一旦帰って2010年でまた K54 で、2010年も行ってるもんね。行ってます。で帰ってきて、でもまたペルー行くかどうか、あんまあ言うてお金もかかるしいろいろ難しいってなったときに、たまたまそこの2010年の年末ぐらいからドイツでちょっと話があって、でドイツ行って、話あるな海外これ。そうですね、手紙出してるの当時だとどういう風なアポ取ってるの、向こうが見てくれてる。いやいや、もうそんなことないです。全部日本から、日本人で、うん、まあ、僕のサイズで、まあ、当時も今でもそうかもしれないですけど、海外で契約しようとかプレーしたいってなったら、基本的に待ってても連絡がないので、だからもうこっちから行くしかない、行くしかない、し連絡取るしかないし、で当時だとドイツで、レジェンドのシーズン1にいた西村ってはそれに先んじてドイツに行ってたんですよ。でドイツで12月に、ボンっていうとこでショーケースが、12月なのにボンそこがそこ広い。そうですね、地名なんで、はい、ボンって地名でそこショーケースに行って、で当時西村がベルリン根城にしてたんで、ベルリンの根城にしてたで僕も一緒に行って、でヨーロッパってあのウィンターブレイクがあって、大体クリスマスから年明け1週目、2週目ぐらいまでは、各チームちょっとそのリセットというか、チームの、 そのメンバーの見直しとか含めてがあるので、大体前半戦トレードもあるってこと、あ、そうそうそう、前半戦大体そこで終わるんですよ。で、後半戦からいろいろ始まっていくよってなった時に、その間にこう、あっちのいろんなチームとかの練習参加したり、振り込みしたりして、じゃあ後半戦から入りましょうってチームが1個決まって、でそこから4月ぐらいまで。一旦帰ってきたからのを含めて、あっちでやってみたいな感じですね。え、それの時はさ、アンダードッグは続いてんの？アンダードッグの中では、僕は、僕の中では所属はしてるんですけど、でもアンダードッグはやっぱりこういろんな方向性を進んでいく中で、まあ、僕も現場でジョインできるところってどんどん減るじゃないですか、ね、プラスやっぱり現場でジョインしてないと、その感じられない肌感とか、最初勝っていたからこそ、なんていうのかな、突き詰められなかったというか、積み重ねられなかったというか、だから変な話、各大会とかでいろいろ勝ってて、それでもじゃあまたしっかり練習しましょうかって、本当にしっかりしてるマインドセットのチームじゃないとやっぱなかなか難しいんですよ、ね、だって勝ってるし、ってなるとやっぱそこの僕のイメージだというか、こうあるべきっていったところと、チームとして進もうとしてるところっていうのの差は広がってってるなっていう認識があったので、いや帰ってきて練習とか行ってて、そうですね、一緒に混ざったりとかもしてるけれども、大会とか出て、そうですね、だからバスケットを僕はチームとして、バスケットチームとしていったところでやろうとしてるところと、それはもう僕個人の認識だったのかもしれないし、いろんな部分の話はあるんだろうけども、まあ簡単に言ったらもうその時点での、価値観の相違というか、みたいなところはあったので、だったら別に僕がその中にいて、それをこう、なんていうのかな、不満分子というつもりはないけども、それをこう声高に伝えても、もし仮に伝わる可能性の低いんだったら、うまくいってるしなってことね、そう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 、ね、そうそうそう、うまくいってるやつだったらあれだけど、ね、いやそうですね、うまくいってるからこそ、逆に見つめ直さなきゃいけないこともやっぱあるじゃないですか、そこに光を当てるには、まあ、みんなまだ若いし、いろんなみっちゃんもいろいろそのいろんな部分で手一杯だしっていうのも含めると、クラブバッグって言ったのそれはまあまああれとして、そこはもう絡んでくるっちゃくるんですけどでもなんかそのまあアンダードッグ最初にってなった時には、まあ、みっちゃんが旗印に僕はなるべきだと思うし、そのつもりでなってたので、だったらみっちゃんがそのなんだろう、納得できる形で進める方がいいっていうのもあって、僕はじゃあその一旦距離を置きましょうかっていうので。なるほどね。そうなんだ。だってサブシティも出すもんね。出ました。出ましたもね。アナログでね。最初の方ですね。そうだよね。そうなんさ。まあ僕自身の個人の海外への活動もいろいろ動いてるところでもあったので、じゃあだったらっていうのもあって。なるほど、ね。まあそこもいろいろあるんですけどね。2000、それまだ11年でしょ。
これまたペルー行ってるし、あペルーまた行ってる、また行ってるんですよメキシコも行ってるし、ロシアも行ってるし、メキシコも行ってんだっけ、メキシコ行ってんだ、メキシコで僕警官に、ま、あのガトリングが狙われてるっすからわけわかんないですよやばいね、ロシアも行ってる、ロシアはあのケイタ君とワームとプーチンと、あー行ってたね、はい、はい、そうそう、で、うん、小雨が降る、うん、ウラジオストックで相手はヘリとヘリコプターとハーフマンとスペースインベーダーっていう、スペースインベーダーって言ったね、わけわかんない、日本チームとアメリカチームがロシアで小雨降ってる中であのバキバキ殴り合ってるんですからやばいね、でまあ、当時だと、パシフィックオープンっていう、もう今の 3x3 の一番最初にひな形になる大会があって、はいはいはい、ボール7号球だけど、はいはい、リバウンド取ったらトップチェックじゃなくてそのままドリブル出るみたいな、はいはいはい、ルールとしては、はいはい、マリーも言ってる、これいやマリー言ってる、マリー言ってない、翌年ぐらいにエビちゃんとか言ってなかったっけな、確か、うん、確かタカトとか、はいはいはい、で大体切り開いてるのしてたもんそういうのそうですね、そこら辺の切り開く系で言ったら、うん、だって他にいるのバンリーぐらいじゃないですか、そうだね、BBL とか切り開いてるっつったらね、なんかその誰も知らないようなところでもめっちゃ面白そうなの、そう、ね、ジャンプ10もそうだし、ジャンプ10の話するか好きな話です、そうですね、長くなったよねジャンプ10 そうなんですね、ジャンプ10も話したいし、まあ、ジャンプ10なんて急に俺に電話してきて品川来いっつって品川のルノワールに急に高田口のね、高田口のね